リノ、もし会えなくなっても、もしどこか遠くにいたら、いつかお前の歌を目印にして。君の声見失うわけないから。会えたらいいよな。繰り返し繰り返し、歌っては振り向く。六度目の春、私の声はまだ届かない。ただいまより新入生オリエンテーションが始まります。なんか始まるみたいだぜ。お、軽音だ。ライブやんのか。あれ、この曲生で聴くと気持ちいい。アリスって呼んでいいのは僕だけだよ。自分以外が作曲してるとこ初めて見た。ユズのメロディーでしょ。どんな形でも音楽がやりたいの。まあしゃあないな。きっと会えると思って歌ってた。アリス見つけた。届いた私の声。ニノ、僕たちは本当の心を隠してる。もう僕に話しかけるな、アリス。話しかけないし、会ったらきっと曲が書けなくなるからです。歌わなきゃダメ。歌わなきゃ。マモ、なんて腹削り。カゴの中で暴走してるカナリアみたいや。なんだよあの声。マモ、お前たちがメジャー界に踊り出るのは最高のインパクトを持ってる。この声は、私の声はずっと僕だけのものだから。覆面系ノイズ。私は自分の声を好きな人に届けたいの。